ロシアと中国は震えてるかもしれません。お疲れ様です。パーソナリティのあずさっす。今日も動画を見てくれてありがとうございます。さて、今回のテーマは、日本よ NATO に入ってくれ、日本と NATO の共同訓練に海外が大注目をお送りするっす。日本と NATO の協力を進めた安倍元首相、ロシアのウクライナ侵攻をきっかけに世界が動き始めています。伝統的に中立政策をとっていたフィンランドとスウェーデンは NATO への加盟を申請し、6月末に開催される NATO 首脳会談には非加盟国の日本、オーストラリアの首脳も参加を表明しました。今回の会議では民主主義陣営の結束がアピールされると予想されているっす。冷戦時代、ソ連と対峙していたのはヨーロッパとアジアでした。冷戦終結によってヨーロッパは戦争の脅威から解き放たれたものの、アジアではソ連の代わりに中国が台頭して新冷戦と呼ばれる状況になっています。そこで日本はクアッドを提唱し、これにアメリカとオーストラリア、インドが加入したわけですけど、 NATO のアジアにおける動きは弱いものでした。今 NATO が対ロシアのために結束し、そこにクアッド加盟国の日本、オーストラリアが参加するということは、アジアの対中新冷戦が全世界規模に拡大したことを意味しているんです。日本も NATO との連携を深めています。2022年6月6日には地中海で日本の海上自衛隊と NATO 軍との海上共同訓練が実施されたっす。日本から参加したのは遠洋練習航海中の練習艦鹿島と島風です。 NATO 軍からはイタリア海軍のカルロ・マルゴッティーニ、トルコ海軍のサーリヒレイスが参加しました。計4隻で日 NATO の連携強化を目的とした戦術運動訓練を実施したとのことです。戦術運動とは、攻撃や防御に適した艦隊の陣形を構築するために各艦艇を移動させる訓練で、艦艇によって速度や旋回半径が異なるので高い操艦技術が求められます。しかし実戦では常に運動を続けるので海戦の基本となる行動でもあります。海上自衛隊は公式 SNS で、引き続き欧州諸国とともに二国間多国間協力を積極的に推進していきますと発表していて、今後は NATO 軍とのこのような訓練も増えていくと思うっす。6月7日には NATO 軍トップのバウアー軍事委員長が来日、自衛隊トップの山崎統合幕僚長との会談が行われました。会談ではロシアの侵略を受けるウクライナや、中国が不法に領土を主張しているインド太平洋が議題となり、日本と NATO の連携強化を推進していくことが確認されたとのことです。会談後の記者会見では山崎幕僚長が述べた、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持するとの決意のもと、 NATO との連携を強化していきたいという言葉に、バウアー軍事委員長が、我々の責務は2度にわたる世界大戦以降70年をかけて作り上げてきたルールに基づく国際秩序を守っていくことだと応じる一幕もありました。日本も NATO も法とルールに基づく国際秩序の維持という点で一致しているということっすね。その後、バウアー軍事委員長は岸信夫防衛大臣とも会談しました。岸防衛相はヨーロッパとアジアにおける安全保障は不可分と話し、NATO のインド太平洋への関与を促したとのことです。バウアー軍事委員長からは、岸田文雄首相の NATO 首脳会議出席について、 NATO とアジア太平洋地域の国々との連携強化について議論できることを楽しみにしているとの発言がありました。バウアー軍事委員長はあくまで NATO 軍事部門のトップであって NATO のトップではないので、議論を楽しみにしているという発言にとどまったようです。自衛隊のトップが勝手に
〇〇国と同盟になりますなんて言い出したら困っちゃいますよね。それを決めるのは政治家です。だからバウアー軍事委員長も明言を避けたわけっすね。 NATO の場合は全加盟国の代表が参加する北大西洋理事会 NAC が決定権を持ちます。同理事会は NATO の最高意思決定機関です。この理事会で全会一致で決まったことだけが NATO の方針行動として決定されるんです。そして北大西洋のもとに軍事機構と文民機構が設置されています。日本で例えるなら軍事機構が自衛隊で文民機構が防衛省っす。軍事機構のトップがバウアー軍事委員長で、文民機構のトップは NATO 事務局のストルテンベルグ事務総長が務めています。ストルテンベルグ事務総長は2022年3月の G7 首脳会談で日本と NATO の連携強化について岸田首相と会談していますね。ここで一度日本と NATO の会談を整理してみましょう。3月24日岸田首相とストルテンベルグ事務総長、文民トップが会談。6月7日、山崎統合幕僚長、岸防衛省とバウアー軍事委員長、軍人トップが会談。6月29日、岸田首相が NATO 首脳会議に出席。日本と NATO が会談を重ね、連携強化に動いていることがわかります。首脳会談で発表される共同声明がどのようなものになるか注目したいところです。日本はすでに NATO のグローバルパートナー国として位置づけられているっす。2007年1月、安倍首相当時が日本の首相として初めて NATO 本部を訪問して大西洋理事会で演説を行いました。日本と NATO はパートナーです。日本と NATO は自由、民主主義、人権、法の支配といった基本的価値観を共有しています。これらの価値を守り、広めていくために、日本と NATO が協力していくのは当然のことです。という発言をしていました。これ以来、日本と NATO はグローバルパートナーとして、連携を強化していくことになります。2014年には、安倍首相によって、日、NATO、国別パートナーシップ協力計画が策定され、具体的な連携が加速したっす。その一環として、NATO 本部へは、現職自衛官が派遣されています。彼らの役割は、日本の国際協力の経験を生かして、NATO の国際協力、NGO 協力の計画立案を支援することです。その他、自衛官の NATO 国防大学への留学や、NATO の災害派遣演習へのオブザーバー参加などの人材交流が実施されています。日本と NATO の連携は日本にも NATO にも利益があります。日本にとっての利益とはまさしく安倍元首相が指摘した通り基本的価値観の共有っす。中国のような国際法を無視する国に対して NATO と連携して圧力を加えることができます。もちろんヨーロッパとアジアは遠く離れているので軍事的な協力は難しいですけど、国際社会で反対を表明してくれるだけでも日本の利益になります。また NATO にとっての利益はテロや大量破壊兵器の拡散などで日本の協力が得られることです。 NATO 最大の敵はソ連でしたが、20世紀末にソ連は崩壊しました。しかし冷戦終結により米ソに抑え込まれていた民族紛争が多発するようになり、 NATO はヨーロッパの軍事同盟としてヨーロッパ以外の脅威にも立ち向かわなければならなくなったんです。 NATO に期待されたことは世界各地の脅威がヨーロッパに飛び火する前に火元を消すことでした。そのために NATO は世界各国とパートナーシップ協定締結を推進し、日本とのグローバルパートナーシップもその一環でした。ただ、あくまでこれは2010年頃までの話っす。2022年現在、NATO が日本に求めているのは、
ヨーロッパ以外の脅威に対する協力ではなく、対ロシアでの協力だと考えられます。実際、日本と NATO の連携強化について、海外の掲示板では、日本が NATO に加盟か?と、かなり盛り上がっていました。ここで、その反応の一部をご紹介するっす。海外の反応。100年ぶりに、日英同盟の復活だな。あの時もロシアに対抗するために、イギリスは日本と手を組んだ。今のロシアに対抗するために、ヨーロッパと日本が協力するのは考えてみれば当然だ。日本は西側陣営の強力なメンバーだ。ヨーロッパ人からしたら、印象は薄いかもしれないけど、アメリカ人の僕から見れば、日本とヨーロッパは海を挟んだお隣さん。日本は独自の文化と伝統と同じくらい、自由や民主主義を大切にしている。日本が NATO に加盟したら、強力なメンバーになってくれるだろう。日本は今の国際情勢に本気で対抗しようと思ってるみたいだね。日本一国で、中国とロシアの両方に対峙しているんだから当然かな。わーお!ついに忍者が味方に加わったぞ!日本がいたら100人力だ!日本の経済力と軍事力は世界屈指だ。特に海上自衛隊は世界でも5本の指に入る海軍だろう。日本の加盟なら大歓迎だ。日本は本当に NATO に加盟するの?地理的に難しいんじゃない?おそらく答えはノーだろう。NATO は北大西洋条約機構。日本がいるのは太平洋だ。加盟はしないでパートナーシップの強化が行われるんじゃないか?日本のために北半球条約機構に改名すればいい。世界で人権や法、民主主義を尊重している国家がどれだけある？日本は我々にとって数少ない仲間だ。労を惜しむべきではない。前から日本の文化や伝統のことは好きだったけど、最近はさらに好きになったよ。日本は国際問題や軍事対立に主体的に関わって、どうにか平和を維持しようとしている。そんな日本が大好きだ。日本もウクライナが人事だと思えないんだろうな。ロシアとは領土問題がある。中国とも対立している。日本と NATO は協力して互いを助け合えるはずだ。日本は第一次世界大戦で地中海の輸送船護衛を担当していた。確か拠点だったマルタ島には慰霊碑もあったはずだ。彼らがヨーロッパに関心を示すのは不思議でも何でもない。以上が海外の反応です。ほとんど日本の NATO 加盟が決まったかのように話が進んでいたっすね。日本の地理的条件と加盟には全加盟国の承認が必要という事情から加盟は難しいんですけど、それだけヨーロッパの人々がロシアに怯え日本に期待しているということだと思うっす。また海上自衛隊が地中海で合同演習を行ったことから、多くの方が第一次世界大戦時の日本海軍による地中海派遣部隊に触れていました。地中海の守護神と呼ばれた日本艦隊。1914年に勃発した第一次世界大戦。日本はアジア地域にあるドイツ植民地を攻撃するとともに、各地に海軍艦隊を派遣しました。太平洋ではアメリカ西岸にまで赴いて大西洋に逃げるドイツ東洋艦隊を追撃したほか、オーストラリアやニュージーランドからヨーロッパに向かう兵員輸送船を護衛しています。そして戦争の拡大に伴い、日本の行動範囲はインド洋から地中海にまで拡大しました。シンガポールと南アフリカに拠点を置いたインド洋担当の第一特務艦隊、マルタ島を拠点とした地中海担当の第二特務艦隊、シドニーを拠点とした南太平洋担当の第三特務艦隊室。各艦隊の役割はドイツ潜水艦から連合国の輸送船を守ることにありました。当時はドイツ潜水艦が猛威を振るっており、多数の輸送船が撃沈されていました。特に第二特務艦隊が派遣された地中海は輸送船にとって
非常に危険な海域で、日本からの救援は各国からとても感謝されたそうです。そして第二特務艦隊は感謝されるだけの功績を挙げたっす。同艦隊は任務終了までに348回の護衛任務を全うし、788隻の軍艦、輸送船を護衛しました。同艦隊の護衛を受けて輸送された兵員は約75万人に上ります。また、イギリス地中海艦隊のキャルソープ司令官は、第二特務艦隊の佐藤司令官は、いつでも任務に出られるよう、常に艦隊の即応体制を維持し、彼の部下は常に任務を十分に果たしている。日本艦隊の実力は疑いようもない、と称賛しています。この文章は、イギリス海軍省への報告に記されていたもので、決してリップサービスなどではありません。ドイツ潜水艦から多くの艦船を守った第二特務艦隊は、地中海の守護神と呼ばれるようになりました。でも、そんな第二特務艦隊も、すべての輸送船を守れたわけではないっす。1917年5月4日には、護衛中だったイギリスの兵員輸送船、トランシルバニア号が雷撃を受け、沈没しています。ただ、この事態に対して、護衛を担当していた駆逐艦、松と榊は、危険を顧みない捨て身の救助活動を実施しました。沈みつつあるトランシルバニア号の両脇に接舷して、多くのイギリス兵を移乗させたんです。これはとんでもなく危険な行動でした。トランシルバニア号が雷撃されたということは、付近にまだドイツ潜水艦が残っている可能性があるからです。実際、この事件以前にも、松、榊と同様に、飛来した艦に接舷したイギリス海軍駆逐艦が2隻まとめて雷撃され、計3隻が撃沈されるという事件が起きていました。当時のイギリス海軍は、雷撃を受けた際の救助活動を禁じていたほどです。つまり、雷撃を受けた艦船は見捨てろという命令が出されていたわけです。しかし、松と榊は、その危険な救助活動を実行し、成功させました。救助されたイギリス兵は3000名に上ります。定員96名の松と榊は、イギリス兵でぎゅうぎゅう詰めになりましたが、両艦の乗員は、彼らに進んで医療や食料、寝床を提供したそうです。この功績から、両艦の艦長や士官、下士官には、イギリス国王ジョージ5世から勲章が授与されています。また、イギリス議会でこの事件が報告された際には、日本海軍の勇気と偉業を称えて、万歳三唱も実施されたそうです。6月11日、榊は、ドイツ潜水艦の雷撃を受け、艦長以下59名が戦死しました。その慰霊碑は、第二特務艦隊が拠点とした、マルタ島に現在も残されているっす。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、日本と NATO の協力は互いの利益になると思うっす。NATO からしてみれば、日本はロシアを太平洋から脅かすことができます。日本からしてみれば、NATO をロシアのお友達である中国対策に利用することができます。日本やオーストラリアも出席する NATO 首脳会議がどのようなものになるのか注目ですよ。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見てくれてありがとうございましたっす。